はいどうも、ヤスオです。ボールメやっていきます。本日はこちらの武器、AK ボルトのビルドですね。AK ボルトのビルドですね。闇リベンシリーズパート6をやっていこうかなと思います。まあ、こちらの武器はね、普通に、まあ、ビルド紹介してくれという声もね、かなり上がっているので、まあ、やっていきたかったんですけれども、せっかくならね、やっぱり、リベンを込みでビルド紹介したいっていうところなんですが、この武器ね、まあまあまあ、やっぱりね、声が上がるからには、やっぱり人気な武器ではあるんですけれども、ちょっとね、結構やばい感じです、今日は。結構辛いかもしれない。まあまあネタをね、かなり眠らせてきたやつなんですが、まあ結構ね、今回のリベン、かなりいいです。はい。まあこちらなんですけれども、基礎ダメージマルチショット対コーパスダメージボーナスといった感じで、まああと惜しいっていう感じのリベンなんですが、これでもね、正直ね、きついものがある。いろいろときつい。まあ、それも込みで、ご紹介していこうかなと。さあ、ミッションにやってきました。この武器は AK バスト。あれ俺さっきボルトっつった？セカンダリーのバスト2丁を持った武器なんですが、見た目はね、やっぱりかっこいいですね。リボルバーを2丁持つっていうことはかなりロマン溢れる武器なんですが、ステータスがね、本当にきつい。早くね、プライム化してほしいね。利便性質が4もあっても、いろいろときついものがある。まあ、ちょっと前のバフで確かね、クリティカル関係もかなり強化をされているんですが、それでも物足りないなっていうところなんですよね。確か最初 1.5 倍から 1.8 倍に変更されたんですが、ここがね、多分一番この武器で響いてくるところだと俺は思うんだよね。切断にかなり割り振られた武器なんですけれども、それでもやっぱりね、倍率が低いな。せめて2倍は欲しかったっていう感じの武器ですかね。ぜひともプライム化されたらここは強化されてほしいな。まあ、ステータスがこちらなんですけれども、クリティカル確率が 16%。まあ、ここはね、正直どうでもいいんですけど、やっぱり本当にクリティカル倍率が 1.8 倍っていうのが辛い。で、マガジンサイズが12のリロード2秒といった感じで、まあ、アキンボシリーズの中では、まあ、ちょっと早い分類が、ほんとちょこっと早い分類かなって思います。AK ボルトプライムの方がちょっと異常なだけで。で、状態上確率も 12%。まあ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 、ここもね、まあ利便で補えるから、性質がいいからね、まあ補えるんですけれども、基礎ダメージが、なんぼだこれ、58かな。で、切断に高く割り振られてるといった感じで、まあこれ比べる対象としたら AK マグナスかな。それでも AK マグナスと比べるとやっぱりステータスがちょっと弱いなっていうところが目立つかな。はい、とりあえずね、ビルド見ていきますか。ちょっとね、早いこと、まあ、どれぐらいの性能なのかっていうのをシミュラクラで試していきたいんで、基礎ダメージマルチショット2種の60属性2枚のクリティカル2枚の、リベンモッドといった感じで、内容が基礎ダメージマルチショット対コーパスダメージボーナスといった感じなんですが、まあこれ11回サイクルして、まあこれが出たっていうところが、まあ救いようがあるところなのかな。本当に沼にはまったらやばかった気がするんだけれども、たまたま出てくれたんで、まあこんな感じなんですけれども、対高パスダメージボーナスのところがクリティカル倍率だったら、まあ言うことはなかった。正直神リベンだったんですけれども、やっぱほんときついね。ここまでやってきついって感じるっていうのが、この武器相当やばいんだよな。まあそんなこんなで、まあこんな感じですかね。これよりなんかいいビルドってあるのかな。やっぱこの武器状態上だけ伸ばしても結局なんかね、連打するような武器でもないから、どっちかというとクリティカル関係伸ばして一発を上げていった方が使いやすいと思うんですが、まあこんな感じですかね。はい。さあ、アリットヘビーガンナー100レベですね。撃っていきましょう。はい。こんな感じなんですよ。ここさ、待てよ、これ、感染の方がいいかもしれないな。ちょっと、感染で試していこうかな。感染ですね。撃っていきましょうか。さて。てか、切断でなんぼだ？なんぼだ ?218。あ、これはもう完全に腐食の方がいいね。ま、これ、クリダメ本当についたら、ま、感染切断ビルドで使っていけたとは思うんだけれども、ま、こんな感じですね。10発ぐらいか。1発外して、ま、9発ぐらいか、だいたい倒したの。ま、もう一度見ていきますか。どんどん撃っていきましょう。はい。連打したら、ま、こんな感じですね。きついな、本当にこれは
ここまでやってこれか。じゃあせっかくなんでコーパステックちょっと打っていこうかな。せっかくリベンでね、対コーパスダメージボーナスと思ったら意外と強えな。どうせだったら対グリニアダメージボーナスが良かったな。じゃあちょっとそうだな、まあ火炎つけてガスで見ていこうか。せっかくなんでどうなるんだ。マジ20体出したぞ。あ、そうでもねえな。